とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。家族でマイクラダンジョンズをやられてるみたいですね。そして、お子さんがどうしても死んでしまうと。小学生でもわかりやすいような生存方法を教えてくださいというコメントです。ということで、今日はですね、初心者の人でもなかなか死なないようにする装備セット、戦い方っていうのをやっていきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。それではまずコメントにもありましたけども、アーティファクトのお菓子のカバン、回復のトーテムで回復しても間に合いませんということなんですけども、これはね、結構初心者あるあるで、アーティファクトに回復を入れてしまうっていうところですね。アーティファクト欄に回復を入れると、ちょっとコスパが悪いです。アーティファクトは攻撃特化、もしくは防御特化にしていきましょう。おすすめは、最初のうちはですね、キノコ、そしてドラ。この二つがあればいいと思います。近接を使うのであれば、キノコ。これは絶対に必要です。そしてドラですね。敵の攻撃力を 40% 減らして、こちらのダメージが3倍入るようになります。めちゃくちゃ使えます。そしてもう一つのアーティファクト欄は、まあ、アイアンハンドアミュレット。これですけども、敵の攻撃、ダメージが半分になります。50% ダメージカットになるので、これを装備してると、なかなか死ににくくなると思います。もしくは、最初のうちはこれでもいいかもしれません。愛のメダル。愛のメダルで敵を仲間にして、そいつにターゲットを取ってもらって進んでいく。それもなかなかいい作戦だとは思います。で、弓だね。弓で、クールダウン編成っていうのがあります。クールダウンショットとロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージだね。この弓を持つようになったらば、アーティファクトのふわふわの羽、これを入れるようにしてください。まあ、初心者のうちは、ちょっと入手が難しいかもしれないので、まあ、こういうアーティファクト編成でいいと思います。キノコ、ドラ、アイアンハンドアミュレット、もしくは、愛のメダルあたりですね。これがいいんじゃないかな。そして次に武器選びですね。基本的に回復は武器で行っていきましょう。なので、おすすめなのは手数が多くて敵を倒しやすい武器です。具体的に言うと、闘志の締め具。これはおすすめですね。そして、呪いの斧とワールウィンド。片手剣なんかもありではないでしょうか。絶対に必要なエンチャントが輝きです。輝きを入れててください。そうすると、大概回復しますので、大丈夫になると思います。で、闘志の締め具が、俺は一番おすすめするんですけども、闘志の締め具であれば、輝きと旋風、この二つを、絶対入れるようにしてください。ちょっと厳選が必要になるんですけども、この二つが入ると、まあ、初心者でも死ぬことは少なくなってくると思います。そして次に防具ですね。防具選びも重要になってきます。防具は最初のうちは防御力を特化した方がいいかなと思います。スキルで 35% ダメージ減少って書いてある防具があるんですけども、それを選ぶようにしてください。おすすめなのは、ウィザーのアーマー、そして勇者のアーマーですね。この二つは扱いやすいので、まあ、特にウィザーのアーマーですね。扱いやすいので、初心者にはおすすめです。35% のダメージ減少、さらに 6% ダメージを吸収するっていうやつですね。攻撃をするたびに HP を吸収しますので、耐久力は抜群です。そして、勇者のアーマーですね。これは 35% のダメージ減少。そして、ポーションのクールダウンマイナス 40% というスキルがついてます。ポーションを使った後に再使用時間が40秒になりますので、回復量が増えて生存しやすくなります。なので、
まあこの2つどちらかを選ぶようにするといいと思います。まあウィザーの方が、おすすめです。初心者には扱いやすいと思います。そして弓ですね。弓も結構重要になってきます。一番必要なのはこのクールダウン編成のやつだと思うんですけども、最初のうちは入手がちょっと難しいと思います。なのでまず選ぶのはこれですね。ハープクロスボウ、もしくは輝くハープクロスボウ、まあできるならばハープクロスボウの方がいいんですけども、これを探してみてください。弓の中でも火力が高い方なのですごく扱いやすいと思います。エンチャントのおすすめは、最初はマルチショットでいいと思います。マルチショットがついてるハープクロスボウ、もしくは輝くハープクロスボウですね。マルチショット付きを探してみてください。もう一気に火力が上がると思いますよ。それでは実際に戦っていってみましょう。俺もこれで戦うのは久しぶりだね。で、一個言うの忘れたんだけども、防具ですね。防具で絶対必要なのはクールダウンです。これをつけてるとアーティファクトの再使用時間が短くなって、キノコ、ドラ、アイアンハンドアミュレットなどを再使用時間が来るまでが短くなって連続使用することができます。能力が切れないっていうことですね。なのでクールダウン、これは絶対につけるようにしてください。では行きましょう。基本的に闘志の締め具使ってれば、まあまあ、問題なくどこにいても戦っていけると思います。敵によってはね、なんかこういう壁から戦わないと戦いにくいっていうのがあるやつもあるんだけども、まあ締め具であればどこにいても大丈夫ですね。こんな感じで敵の真ん中に突っ込んだとしても、まあそんなに死ぬことはないと思います。手数が多いので輝きがめちゃくちゃ発動します。でそれで HP 減った分ゴリゴリ回復しますし、 6% HP 吸収でも回復しますので、まあ死ぬことはそんなになくなるとは思いますけどね。で、ハープクロスボウがこんな感じですね。ワイドな発射ができるので、敵をかなりの数倒していくことができるので、いい感じです。では、ボスですね。ボスも、ここのやつ結構 HP 高いです。でも、この装備であれば、もう全然ゴリゴリ減らしていけるのでこんな感じで減ります。倒していきます。でダメージを受けたとしても、ドラで 40% 減少してるし、アミュレットでこっちの防御力も上がってるので全然減りません。あ、今は切れたけどね、するの忘れてたけども、まあまあこんな感じです。ダメージを受けたとしても 6% 吸収と輝きによって HP をギュンギュン回復するので、まあ死ににくくなると思います。はい、まあこんな感じが初心者のうちに、やっていくといいことだと思います。はい、ということで今日は初心者の方が生存しやすくなる方法っていうのをやってみました。まあ重要なのは締め具とあとはウィザーのアーマーかな。まあアーティファクト選びも全然重要なんですけども、これでやってみてください。またね、これ厳選するのがちょっと難しいなっていう人は、だいたい毎週ギフト会やってます。そこで装備を配ってますので、ぜひ参加してください。コミュニティ欄で参加を募ってますので、それが出た時にコメントで、何が欲しいという風にしてもらえれば OK です。はい、よろしくお願いします。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。